皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、自宅教室の集客力の源は聞く力と好奇心ということについてお伝えしていきたいと思います。最近ですね、リニューアル、教室のリニューアルとかコースの組み替えとか、あとはまた全く新しい講座を作るとか、そういう相談が増えています。おそらくそういう時期だからだと思います。ですけれども、私当然そのお作りするのをお手伝いはするんですよ、コンサルタントとして。どういうお手伝いをするかっていうと、売れやすい講座にするっていう、エッセンスを入れるっていうのが、私の仕事になりますので、お手伝いはするんです。するんですが、その時にクライアントさんが、こういう感じがどうかなっていうのを、一旦は作ってもらうんですけれども、それに対してお返事をねしていくんですが、その時にいつも感じることがあって、それをですね、今日はちょっとテーマとしてお伝えしていきたいなというふうに思っております。では早速本題に入るんですが、そのいつも感じることって何なんだっていうのがですね、そのコンセプトとか内容とか、ご本人が作ってくださったものっていうのは、いつも、魅力が足りないというケースが多いです。それは別にね、悪いことではないんですよ。魅力が足りないっていうのは、要は私の目から見て、例えばその対象とする生徒さんがわーって思って食いつくとか、そういう状態を魅力があるなし、要はイコール売れるかどうかっていう話なんですけれども、その観点から考えた時に、魅力が足りない、不足している、で原因は何なんだっていうケース、いくつか原因があるんですけれども、まず一つ目の一番、よくありがちな大きな要因っていうのは、先生が自分でやりたい講座を作っているケースですね。これ魅力がないケースが多いです。なぜ魅力がないかっていうと、その相手の人にとって喜ばれるものと自分がやりたいことが一致している場合には魅力があるものになるんですけれども、誰に向けて作ってるのかっていうのを必ず一旦はお伺いして、でそれに対してお答えしていくっていう形になるので、その時に、ずれていると当然魅力があるように見えないんですよね。ですから先生になりたい理由が、自分がやりたい講座をやりたいようにしたい場合には、その方自身のもともとの人間力とか、すでに培った人脈とか、例えば教室業を始める時に、例えばすでにもうインスタが5000人から1万人ぐらいフォロワーがいるとか、そういう何か求心力を持った状態でスタートするんなら、そのやり方でも OK なんですけども、そうでない限りには、やりたいようなものを、相手の方をね無視して作ってしまった場合には、大概うまくいかないですよね。だから魅力がないっていう場合には、やりたいものをやりたいように作っちゃってるっていう場合がまず一つですね。で二つ目が、表現が足りてない。要は、その相手の人がいいなって思ってもらえるように表現を加工しなくてはいけないんですよね。例えば、アイスクリームがあったとします。ここにね、アイスクリームないけど、アイスクリームがあったとします。このアイスクリームがアイスクリームですって渡されたら、当然そのアイスクリームが何なのかっていうのが分かんないじゃないですか。魅力も何も感じないですよね。じゃあ全く同じ商品で全く同じアイスクリームなんですけれども、そのじゃあアイスクリームの今度は成分とか原材料について言及されたとするじゃないですか。例えば、じゃあダイエット向きの糖質制限がされているのに、普通のアイスクリームと変わらない美味しさがある新製品とか言われれば、ダイエットをしてる人がそのアイスだったら罪悪感がなく食べれるから嬉しいじゃないですか、ね、でさらにもっとそれをねマシマシにしていくには、限定商品で、1日に5個しか作れない、その1個を
めちゃめちゃ寒い寒風吹きすさむ中、朝の6時からお店のシャッターが閉まってる時に4時間並んであなたのために買ってきたとか言われると、そのストーリーがマシマシについてくるじゃないですか。そうすると、例えばそれがね、200円のアイスだったとしても、そのもらう側の方の立場からするとですよ、待ってくれた4時間とかね、のその寒風吹きすさむ中で、私のために、まあ、それがアイスがいいかどうかっていうツッコミはなしです。私のために待ってくれたっていう、その時間の重みに対して感謝をしてありがたいと思うから、ただのアイスがその人への感謝の思いに変わって、この人はすごい好きだとか、ありがとうって思うとかいうふうに感情が変わっていく可能性がありますよね。同じアイスなんですよ。ただのアイスクリームですって渡されるのと、内容を説明されて、どういう背景でそれを買ったのかっていうところまで説明されると、アイスの重みが、価値が全然変わってきますよね。ということは、大概の先生は、表現が、全てがそんなドラマチックじゃないんですよ。ドラマチックじゃないにしても、物語とかそういうものがあると、購入する人にとっては判断基準としてとても分かりやすい。だから、その判断基準として、内容をね、説明する必要があって、魅力的にちゃんと人に届くように伝えるような努力をしていないケースがある。で、この努力っていうのが、まあ微妙にまた難しくって、で、どういう努力をするのっていうことは、その商品の魅力をどう伝えるかっていう、まあ、ちょっと文章の方とかですね、まあ、キャッチコピー的なセンスが必要になるんですけど、このセンスっていうのは別にですね、鍛えればどうにかなることです。で、私センスがないからとかってね よく言いますけど、そういう方に限って、普段そういう目で外の世界を見ていない。キャッチコピーとかを勉強するんだったら、電車に乗ってる時とかでも、中吊り広告とかでもすごく勉強になるし、本屋さんに行って本を平置きって言って、こう平面になってるようなね、ものを見るだけでも、時代の流れとかどういうものが売れ筋なのかって、そこに書いてあります。あと棚に挿してあるものとかね、こっちを見てる、メンチンって言われる飾り方をしているものもそうです。そういうものからヒントっていうのはいくらでも得れるので、ヒントを得ようというスイッチが入ってなければ当然上手に作れないっていうのはあります。だから、まずその、まあ2つ目とかが、まあそういう表現がね、足りてないっていうケースとかが多いですね。で、3つ目が、その先生がその商品に対する熱量が少ないという場合です。ただ作って出すだけだとやっぱり売れないですよね。伝えるように努力をやっぱりしなくちゃいけないっていう、その内容プラスその商品に対する思い入れとか、それもやはりないとなかなかに伝わりにくい部分があるので、熱量があるかないかっていうことなんですよね。まあ、大体その3つが足りてない時に、まあ、主に引っかかってくる要因なんですけど、根本的にですね、その3つが、じゃどこからそういう状態で起因しちゃってダメになってるのかっていうと、基本的にお客様をどの状態で見ているのかっていう、この1点になります。私が驚くのが、質問するんですよ。じゃあ今この対象になってるこの方たちっていうのは、こういう時にどう考える人ですか？とか、その書いてあるデータからだと読み取れなくて、魅力的な商品を私が作る上でどうしても質問で足りないとこは聞いていくことになります。聞いていくことになった時に、先生の答えはいらないんですよ。極端な話。私、いや、こう思うんですけどとか、思うじゃなくって、その予備退生徒さんという人種はどういうふうに考えるのかっていう、そっちの答えを知りたいって私は言うんですよね。そうすると、普段から生徒さんの気持ちとか動向とか思考とか考え方を知ろうとしていない人、ないしは雑談をあまりしてないタイプの人は、この答えが出てこないんです。お客さんはそもそも知らないということになります。はい。
知らないから答えが出てこないってことは知らないといけないんですよ。まあ、生徒さんが来ている人はまだいい。まだいいです。まだいい。聞けるから。同じような属性の人を集めたい場合にはですけどね。同じような属性じゃなくって、新しい人をもしも集めたいとするのであれば、その人たちは想像しないといけないから、想像するってことは失敗も当然多いです。想像が外れれば失敗ということになりますから。でも、それは世に出さないと、失敗してるかどうかすらわからないんですよ。ここポイントで、自分の中で考えたものを世に出すんですけれども、それは想定でしかないんですね、基本的に。だからどのみちその属性に近い人たちの気持ちになり変わるぐらいのイメージがないと、それすらヒットするような状態に作っていくことができないので、人の話を聞く力ですね。聞くっていうか、その人は一体どういうことを考えて、どういうものが好きなんだろうっていうのを、成り変わるっていう能力のとしての聞く力です。あと好奇心っていうのは、その人ってどういうことに興味があるんだろうとか、どういうふうにしてあげたら喜ぶのかな、基本喜びの方向で考えてあげる必要があるんですけれども、この2つが集客力の源になります。要はお客様をきちんと理解するっていう意味での聞く力と好奇心です。ここが圧倒的に不足している方が多いと私は感じています。特に一緒にコンセプトを作ろうとすると、大概私の質問に答えられない方が多い。私の質問は別に難しい質問じゃなくて、このお客様はこういう時にどう考える人なんですかとか、どういう時間帯で過ごしている人で、休日とかはどこに行くことが多い人ですかとか、いや、それはよく分かりませんとか、話を聞いたことないからよく分かりません。となるとですね、当たりをつけてリリースして修正を繰り返すしかないんですよね。ということは、すでに生徒さんがいる方でリリースやり直しをする場合には質問ができるんですよ。まあ、普段からコミュニケーションが取れてるのが一番いいですけどね。はい。だから好奇心なんです。この人ってどういうふうに思うんだろうとか。で、この感覚っていうのは、まあちょっとベタな話なんですけど、片思いとかをしている人がいる場合を想定してくれると、まあわかるかなと思うんですけどね。特に聞けない場合には、片思いの場合には結局相手の好みとか、どういうものが好きでとか、一生懸命知りうる限りの状態とか状況をリサーチした上でプレゼントとかって決めたりするじゃないですか。まあ、そもそも告白とかいう場合でもですよ。どういう言葉で言われれば気持ちがこっちに向いてくれるかなとか、どういうシチュエーションでお話をすると違和感なくスルッと聞いてもらえるかなとか、そういうのって考えないとダメじゃないですか。だから片思いとかっていうのはね、切ない部分ももちろんあるんだけれども、それぐらいに目を皿にしてお客様のことを見るっていう、その恋する好きな相手を考えるぐらいのイメージでやると、だいぶ輪郭が見えてきて、喜ぶものを作ることができて、結果魅力的なものを作ることができて、それを見せたら予約が入るっていう、そういう状態になるんですよね。で、私がじゃあ集客をやっている時にどういうことをしていたのかっていうと、まあ、とにかく聞いてましたね。聞いてました。聞くっていうのは実際に聞ける人がいたから、じゃあどうやって聞く人を集めるのって言ったら、まあ、当時はよくやってたの、無料体験会とかはね、よくやってました。無料体験会はなかなかですね、そのまんまのコースに入る人が少ないケースが多かったんで、途中からは無料体験会じゃなくて有料に変えましたけれども、一番の目的はもちろんコースには入ってもらったらいいと思うんですけれども、市場調査が一番の目的でしたね。新しい講座を作る時には必ず、ブログとかを書いて、すごく安く集めてですね、声を聞いて、で、この講座こういう講座でって、今度これのコースを作ろうと思うんだけれども、興味ありますかとかって聞いて、なぜ興味があるのか、なぜ興味がないのかっていうことを
まあその場で聞いてって、ああそこかみたいな、改良できる余地があれば改良してリリースするし、あそもそも興味持たれないんだこの講座って分かったらその場で潰しちゃってるんですよね。だから私が割と出す商品っていうかリリースする講座が割とよく売れていたのは体験会レベルで潰しちゃってる講座も多いからです。なので私の場合には声を聞くのが先になって、それで、あ、商品化したら売れそうっていうのが分かったものしか商品化しないので売れてるように見えてるっていうだけのことですね。だから教室の先生とかが割と多いのが、もう思いが先に走っちゃって、あまりリサーチもしなくて作るだけ作っちゃって、でかつそれを少ないパイ、要はお知らせすることができる人あんまり集めてない状態で告知するもんだから、それは埋まんないですよっていう、そういう感じです。全部が割と逆になってるケースが多いですよね。要は声があって、その声で売れそうなものっていうことで自分もやってみたいな、取り組みたいなと思うことを共通項を見つけて、かつそれをラブレターを書くかのごとく魅力的な文章とか見せ方に仕上げて、最高のシチュエーションでいい状態で外に発信をして、で発信する時には当然それをファンだと思ってくれる人がそこにいないとダメなんですよ。だからファン集めをそもそもやっとかないといけない。定期的に文章を発信するのかブログを発信するのかっていうのは別としてですけどね。それをやった上で発信したらマッチングすれば当然そのまんまリターンとして返ってきて予約として入ってきます。だから原点がそもそも、その自分が呼びたい人のことをすごくよく理解してなくて、商品作ったり発表してもですね、売れないです。なので添削をしている時に魅力が不足してるっていうところの一番大きな要因が、お客様の話あんまり聞いてないなとか理解してないなとか、好奇心を持ってその人に接してないなっていうのを感じる時が多いなって思ってます。だから集客力の源っていうのは何なんだって言ったら、お客様のことを理解し聞く力と好奇心です。はい。っていうのを最近特によく感じていたので、そんな話を今日はお伝えしてみました。はい。まとめていきたいと思います。自宅教室の集客力の源は聞く力と好奇心とは、お客様のことをどれだけ理解して、どれだけ、興味を持って話を聞くことができるかっていうことが第一のポイント。思い出してほしいのは、片思いの彼を振り向かせる方法っていう形で、自分がどういうふうにしたら相手の生徒さんが喜んでくれるのかなっていうのを、その片思いのね、彼を振り向かせるようなプロセスを置き換えてみて、やってみていただけるといいかなというふうに思ってますので、ぜひご参考にしてください。それでは。